松中みなみの展開タッチ、先週高松の宮記念ね、びっくりするぐらい大荒れで私外しちゃったんですけど、あの他のメインレースが当たってですね、ちょっと大阪杯、去年の大阪杯からずっと続いているメインレース的中記録がこの前まあ、行って今回の大阪杯での週で勝てば丸々1年ずっと連続で的中しているっていうことになるので、すっごいドキドキしてるんです。ちょうど去年ね、今回も二乗開催なのでなんとかしてでも当てないとな。でも中でもやっぱり G1 ですよ、 G1 を当てないとダメです。なので大阪杯本当に気合を入れて予想しました。先週のようなことがないように頑張りました。さあ馬柱をそれではご覧ください。今回は阪神の芝 2000m で行われます。内回りコースで今週から B コースに変わります。なんかね、土曜日に雨降るんですよね。でも日曜日晴れらしいです。で結構いいメンバーばっかり揃って、正直どれが勝ってもおかしくないなっていうような感じなんですけど、まずじゃあ白三角、あ違う、まず展開から言ってもいいですかね。展開から、あやばい緊張してるわこれ、動画伝わる？よし、まずは6番の、まあ、奇跡が同型馬もいないし、まあ、この馬がすんなりいくのかな。偶数枠だしスタートも決めていきます。そして内からで言うと3番のアルアインだったりエポカドーロ、あと無意図バリカードも、まあ、2000m また今回も使ってきて、ある程度前に行けたら行きたいなっていうような、ね、ことを言ってたので、この馬だったりあとはエアウィンザーとかステイフーリッシュもやっぱり前に行きたいっていうコメントあったので、この馬、あと13番のスティフェリオ、ちょっと外ですけど。なのでまあ奇跡のマイペースでは行くんですけど、常にそうやってマークしてる馬がいるのでよどみないペースで、まあ、奇跡なら運べるので行くのではないのかなと思っています。さあそんな中でまず白三角の一投目につけますのは3番のアルアインにしました。つまり私はある程度前につけた馬、奇跡にそんなに離されずつけた馬が3着以内に入るんじゃないのかなと思っているんですけど、アルアインは、まあ、阪神コースの相性はいいんですけど、なんかなかなか勝てない、ただ安定感だけは本当にあるよっていう馬で、ただ前走の金庫賞5着だったんですけど伸び方がちょっといまいちで、それがちょっと気になりはしたんですけど、まあ、今回はいい枠というか内枠引いたのでスムーズにロスなく競馬できれば残り目は十分あるなと思ってます。あと高速馬場もアルワインは得意ですしね。そして同じように高速馬場が得意な外の11番、ベルシアンナイトにも白三角をつけたいと思います。うん、高速馬場得意だし、イケ級者だし、なんかちょっとすごい被るところが多いんですよね。あの実際使ってるレースも、ね、マイルチャンピオンシップも2着3着とかいろいろライバルみたいな感じではあるんですけど、まあ、この馬も前走、ね、同じに金庫賞を使って4着、でもこの時はこの馬休み明けとにかくなんか走らないなっていうイメージがあったんですけど、今回は叩いて上向いているのでハービンジャー3区ちょっと期待をしてこの馬には白三角を打ちました。続いてちょっと差し馬なんですけど7番のブラストワンピースを白に今回したいなって思います。1番人気2番人気、まあ、とにかくに、ね、有馬記念の覇者なので人気になることは間違いないんですけど、ちょっと気になるデータが、大阪杯って関西馬がすっごく活躍していてなかなか東が勝っていないっていうところで、ね、ブラストワンピースは美穂の
馬なので、そういうデータ的にもありますし、やっぱりこの馬の魅力ってすごく長くいい足を使えるところとか、タフなとこ、瞬発力があったり、タフな馬場でもいけますせみたいな、力強いもう 筋肉みたいな筋肉馬なんですけど、なので今回そのペースが合うのか高速馬場に対応できるのかってなると、ちょっと来ても最後伸びたところがゴールなんじゃないのかなと思って白三角にしました。そんなわけですよそして最後の白三角には4番のエポカドーロにします。このね、馬はやっぱ前につけれるのが魅力で、実際ダービーもね2着来てますし、皐月賞はね、あの重たい馬場で、渋った馬場で勝ってますし、そういうちょっと実力があるのは間違いないけど、馬場の適性的には今回向かないのかなって思ったんですけど、土曜日の雨次第でそのブラストワンピースもエポカドーロも浮上のチャンスがあって、土曜日の雨次第、雨がもうすんごいめちゃめちゃ降ったら、で日曜日に乾ききらなかったら、この馬たちもうちょっとあのちゃんと評価した方がいいよって思うかもしれないんですけど、まあこの時点で発表しなきゃいけない、私はもうそんなに降らないと予想して、エポカドーロに白三角を打ちました。さあ続いて重たい印、なんか喋りすぎた、巻きます